はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキは朝に続きまして、ラクドスですね。はい、今回はラクドスと突撃者ということで、まあ最初の方はね、引き釣り目、よろめく会、村の儀式、命取りの論争、まあ大体ここら辺一緒なんですけども、途中からがこの突撃者、まあ、これがカレインの能力でね、プライチカウンター乗って出せたら5-4トランプル速攻っていうやつがね、場に残り続けると。はい、まあそれプラス、エボンです、黄金化のドラゴン、まあこいつは他のクリーチャーが死ねばね、何度でも蘇ってくるっていうね、しかも打点5あるのはかなり優秀で、飛行を持ってるっていうね。まあ、あと黄金からのドラゴン、宝物トークンガンガン出す、まあその動きはやっぱ強いね。はい、うん、まあシンプルでコンボどうのこうのっていうのはあんまりないですけど、まあこの突撃者のところぐらいかな。はい、まあそれじゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。はい、よろめく会。さあ相手はイゼットか、まあ、殴っていきましょうか。リゼットだったら先にもうちょっと使っときます。ターン終了。まあなんか予言かなんかやってくれるとすごいありがたいんだけどね。お、予言来ましたね。はい、ターンもらいます。それじゃあまあ遠慮なく黄金化のドラゴン。さあアタック。ターン終了。さあ殴りまくりたい、このまま押し切りたい。うん、まあいつもなら表現の反復とか来そうだけど、あ、もう土地セットしたから来ないか。ゼロ助産の方ですかね。さあターンもらいます。はい、土地を出してアタック。さあ引き釣り目とよろめく会。ターン終了。はい、表現の反復、もう一回ぐらい殴れそうですね。とりあえずはあ、土地がセットされた霜神。
下神2発か。まあさすがに仕方ないか。カード2枚引く。さあターンもらいます。さあクリーチャー化して、さあアタック。さあカレイン。ガラゼスプリズマリ。もう一枚なんか使ってほしいよね。さあ村の儀式。さあ落第。しまったね。先に村の儀式じゃなかった。落第打っときゃよかった。さあ引き釣り目アタック。ターン終了。さあドラコリッチエボンです。ドラゴンの人は。さあガラゼスプリズマリに落第。ドラコリッチエボンです。さあアタック。ターン終了。さあ表現の反復。とりあえずハンドにはこの盤面への回答を持ってなさそうですね。
今引いてきた可能性はあるけど、アールンド飛んできそう、アールンド飛んできそう。さすがにそんな無防備なことしないでしょ。さあアールンド厄介だね。この11のブロッカー出るのが本当に厄介。トランプル持ってるやついないとめっちゃきつい。おお、そうきたか。さあアタック、残りライフが2までいくけど、ちょっと悩むけどもここでやっとくか。従来の予測あったか。まあしゃあないな。さあスカルポートの商人、もう数で押していく方がいいよねこれはね。さあカレイン、ターン終了。言うてあと2点。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。ターン終了。さあカレイン、ターン終了。これはちょっと厳しいかもね。直接的な助教がないんだ。いくらでも大きくなっちゃうね俺。特にタフ4はもう正直突破できん。きつすぎる。
さあ、6六だけの突撃者、宝物使って出します。5四サタック、ターン終了。さあ、村の儀式。まあ殴るしかないね。アタック、ターン終了。ああ、正義の戦乙女か。さあ、落第で戦乙女倒します。さあ、戦争、戦争で、黄金館のドラゴン。あれ、間違えた。カレインだけ殴ろうとしたんだけど、何やってんだこれ。消失の宿か、それは良くない。さっき殴ってれば勝ってたかもしれん。さあ、黄金かのドラゴン。黄金かのドラゴン。いや、いけるか。あ、そっか、これ能力忘れてたわ、カレインの。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。はい、7枚でキープ。はい、引き釣り目、ターン終了。さあ、レンジャークラスか。さあ、カレイン、よろめくかい。さあ、アタック。さあ、ブロック。さあ、カレイン、でも削りたいところではあるけど、ターン終了。まあ、次のターンに置いとこう。
さあブロック、ターンもらいます。さあ黄金化のドラゴン、さあ一体でアタック、ターン終了。スターブロック。命取りの論争で華麗に生贄に捧げて宝物出してカード2枚引く。まあ、この一発は甘んじて受け入れよう。老樹林のトロール、8点、どうだろうね。落第、さあアタック、さああと2点、はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ラクドス突撃者ということで、まあ基本的にはね、六六滝の突撃者にカウンターを乗せる、まあカレイの能力ですね、カウンターを乗せてすぐに殴っていくという動きなんですけど、まあそれプラス黄金化のドラゴンとエボンです。まあここら辺フィニッシャーとしてね、空をブンブン飛びながらって感じですね。まあ序盤はね、よくあるラクドスですね。まあ本当このデッキなんかいろいろできるんで調整はしやすいですね。はい、まあそんな感じで今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。